幻想交流は中日本高速道路と土ン後による共同 IP 制作プロジェクトである。原作、原案は柴村博尻。新東名高速道路の新区間開通に合わせて立ち上げられた共同 IP プロジェクトで既存コンテンツとのコラボレーションではない完全新作として制作された。道路施設であるサービスエリアパーキングエリアを擬人化したキャラクターが 登場する一世界と、ネクスコ中日本やドワンゴが登場する、現実世界が入り混じった幻想的な世界観をベースとして、メディアミックス展開が行われる予定である。制作委員会ネフコは、ネクスコ中日本とドワンゴモバイル事業本部により構成され、プロジェクトチームが企画を行う。また、プロジェクト全体を通して、角川がプロデュースを行う。ウェブ小説については、 エンターブレイン事業局が担当している。2016年1月27日に公式ウェブサイトのティーザーページが公開され、世界観とストーリーが公表された後、浜松稲佐ジャンクション豊田東ジャンクション間の開通に合わせて2月13日に第1話が公開された。その後、4月8日にキャラクタービジュアルが公開された。現在、 週2回更新で公式サイト上で連載されている。NEXCO 中日本が提供している SAA、PA 情報アプリ、ワクワクハイウェイの幻想交流バージョンが2016年4月19日から配信されている。通常版の機能に加えて、NEFCO 義勇社員専用としてスキンが幻想交流仕様となるほか、ユーザーの現在位置と連動して、 幻想交流についての情報が配信される。ありがとうございます。